こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おお、そう、うん、知ってる。あれでしょ、フォートナイトのアップデートが来たからでしょ。そう、だからね、立ち上がらないんだよ、使えないんだよ。そう、でもね、もうダウンタイム終わってるから、もうフォートナイト遊べると思うよ。うん、そうなんだよね、14.30 かな。そう、だから今日はそのフォートナイトのアップデートの話をしようかな。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。全43アプリで月曜から土曜まで毎日配信中です。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。動画などで見つけてくださった方は、ぜひ音楽アプリ Spotify や Apple Podcast などでぜひ聞いてみてください。スリープ画面に対応しますので、より心地よく聞けると思います。さあ、今日なんですが、私はいつもね、フォートナイト関連の動画アップしています、投稿しています、 YouTuber ですが、はい、来ましたね、バージョン 14.30 ということで、まあ定期アップデートと。最近はね、結構フォートナイトアップデートが遅れたり、まあスケジュールがね変わったりすることも多かったんですが、今回はまあ妥当なスケジュール感覚で来ましたね。うん。でですよ、クリエイティブ、フォートナイトクリエイティブ周りですと、ギャラリーが追加されましたね。なんだったっけな、そう、ギャラリーがね、最近はなんかね、全くギャラリーが追加されないとか、そういうアップデートも多かったんですが、今回はさらっとね、アップデート追加されてましたね。なんだったっけな、よ、あ、そうだ、ウィーピングッズね。そう、ウィーピングッズ。そう、忘れないように、さっきで、ツイッターで、あらかじめをつぶやいておきました。ウィーピングッズのギャラリーが来てましたね。まあ、以前の、ロニーウッズかな、森の小屋系ではあるので、まあ、ものすごく新しいオブジェクトやパーツがたくさん入ってるという感じではないんですけどね。うん。ただね、今回もバグがすごかったですね。今回もバグがてんこ盛りでした。まず一つ目のバグが、ギャラリーを開きます。そうすると、ギャラリーのこう、登録されているパーツがね、ずらーっとリストアップされます。で、そのサムネイルがね、たくさん並んで、まあ、どれが、どのオブジェクトだっていうふうに選びやすくは見られるわけですよ。でもね、そのサムネイルなんかね、拡大ものすごく拡大されてて、一部しか映ってなくて、これ何のオブジェクトじゃいっていうというのが、1個2個じゃないんですよ。ほとんどの、ギャラリーでそういうね、何のオブジェクトかわからないというサムネイルの表示の仕方が多々ありました。いやー、ここまでね、サムネイルが乱れるというバグは初めてですね。これまでも、まあ、ギャラリー含めて、まあ、例えば、オブジェクトとかギャラリーが、まあ、6つぐらいね、登録されたとしたら、まあ、その1個2個で、まあ、どっかしらなんかあったりするんですよ。もうなんかサムネイルという表示の枠の中に何も表示されないとかね。そういうのはまあ1個2個はあったんですけど、今回みたいに、まあ、ほぼどのリストの中にもあって、かつ、まあ、5、6個というか、結構な数あるんですよね。そう。だからこれ完全に選ばないともう全く何が何だかわからないっていう状況なので、せっかく追加されたわけですけども、なかなか選びにくい状況になっています。ここまで見れたバグは初めてなんで、エピックさんも対応が大変だなとは思います。まあ、ギャラリー自体を丸々、
インして、で、まあエリアにドロップしてある程度見分ければなんとなくは分かるんですけどね。お気に入り機能とかがあってね、あの自分のよく使うオブジェクトになんか星スターとかをつけて、ですぐにね取り出せるとか、そういうお気に入り機能とかがあればいいんですけどね、そういうのがないので、とりあえず一通りさらっと、出しておいて、で必要なものはどっかにポイッと置いとくっていうことをしないと、ちょっとね今回のこのブラウザの状況では使いづらいなというところですね。それからまだバグがあって、今回のこのバグは私も多分初めてだった気はします。何かというと、あの時間設定ができないと、メニューから自分の島メニューから、設定をするんですが、時間帯を選び画面を元に戻します。そうするとまあ例えばお昼の12時とか設定して、で画面を元に戻すと、まあ、明るくなってるわけですよ通常はね。で今回はなんとびっくり、全く反応しない。もうだからあのずっと延々に太陽と月が出たり消えたりするっていう、ぐる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 あの回っているデフォルトの状態のまま、まあ、残念ながら変更が効かない状態になっていました。でですね、それをつぶやいたところ、どうやら霧とか、その環境の色、空気なんかもデフォルトのものに戻っちゃうらしいと、ケチャさんありがとうございました。デフォルトのものに戻ってしまうというとんでもない状態になっているようです。いやーこれはね、びっくりですね。まあホラーマップとかね、あの作っている人はいきなりあの明るくなっちゃうわけですから、これはちょっとびっくりですよね。だからさすがにあのこれはすぐに修正が来るとは思います。それにしてもあのびっくりするぐらい全体に大きく影響してしまうバグだなと久しぶりに驚きました。現在、実はエピックゲームズでは、フォートナイトのそのマップ作りのコンテストを絶賛開催中です。ですからそのコンテストにも多分影響があるはずです。びっくりですね。何のコンテストかっていうとこれか。フォートナイトフライト2020クリエイティブコミュニティイベント再開催と。現在、進行中のイベントとしては、まあ、ハブは相変わらず定期的にね募集しています。それから今回のがフォートナイトフライト、まあ、ハロウィンですね。ハロウィンをテーマにしたマップの募集をしていると、ということですね。で、締め切りが10月21日まで、10月21日まで、公式フォームから、マップを応募すると、まあ、選定の対象になるということですね。ただホラーマップね、ハロウィンでホラーマップでしょうから、これ夜に設定できないとこれどうしようもないですよね。いやーだからちょっとエピックさんもさすがにこれはすぐに対応してくれるはずです。なお今回、クリエイティブの、アップデート情報公式サイトを見てみると、基本的には不具合修正がほとんどみたいですね。公式ニュースサイトよりフォートナイトクリエイティブの不具合の修正バージョン 14.30 と。結構ね、僕は体験したことないけどすごいっていうバグがたまにあるんですよね。すごい。これなんかもすごい。低重力のプレイ後にプレイヤーがジャンプできなくなる問題こんなのあったんですね。いやー、あとはあとはなんだ、あ、これなんだろう。プリンセスキャッスルの木の葉ギャラリーから不適切な素材が手に入る問題これなんだろう。本来なあっちゃいけないオブジェクトがあったってことですかね。いやーすごいな。
仕掛けアイテムスポナーがアイテムのコストを表示しない問題。あーなるほどね。はい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 。まあまあ多分これ以外にもあるのかもしれませんが、公式にはそんな感じの不具合情報のみが書かれていましたが、今回はね、ウィーピンググッズのギャラリーが入ったので、まあ、個人的にはねちょっと楽しめそうなアップデートでした。はい、今日は久しぶりに、まあ、本当に純粋なフォートナイトクリエイティブネタでね、マップクリエイターとしても、マップクリエイターとしての回だなという感じのラジオ回ですね。はい、で今日ね、そうそう、今日アップした動画はちょっと YouTube と TikTok とね、もう完全に、あ、 BGM 以外はもう完全に同じものにしちゃいました。もう今日はね、BGM がものすもう BGM 推しで作りたくてしょうがなかったので、もうあんまり多分ね人気はないって思ったんですけど、もうね作る気満々になっちゃったので、そう今日は BGM 推しで動画をアップしました。あの YouTube しか見られてない方はぜひ TikTok の方を見てください。 TikTok のこの BGM を使いたいがために作った動画なんですね。で、その BGM が使われている実はゲームというのがあって、フローレンスというスイッチのゲームがあって、これもう買ってダウンロードはしたのでいつか動画アップしたいと思います。ちょっと楽しみなんですよね。なんか音楽から入る、ストーリーもののゲームなので、ちょっととても楽しみです。はい、いつかアップしますので楽しみにしててください。というわけで今日はフォートナイトの話でした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。